どうもこんばんは。久々にちょっとビデオ撮ってみるんですけど、いつもとこう視点をちょっとなんかよく見えない感じになってるんでね、いつもで、何でしょう、いろいろもろもろ見やすいような感じでちょっと撮ってみたいと思います。そんでですね、今日紹介というか、TBS の新しいベンデッタが発売になりました。 ここ最近ですね。で、何が変わったのか、今までとね何が違うのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。で、これが、何でしょう、前のベンデッタ、まあ、これもすごくよく飛ぶし僕も好きで飛ばしてる機体になります。で、これが、まあ、いわゆるベンデッタ2って言われてるんですけど、こっちが新しく出たのがベンデッタ2ですね。これから今から紹介するのがベンデッタ2です。で、これがベンデッタ、無印、何もないタイプのベンデッタになります。で、まあ、簡単なところで、何が変わったかっていうとですね、そこからだとちょっと見えるかな、見えるようにしたんですけど、見えなかったらごめんなさいね。いろいろもろもろちょっと外していくと、まあ、まず一番、ですね、目につくところというか簡単なところは、軽くなりました。重量が前よりだいたい 40g ぐらいかな、多分 30-40g ぐらい軽くなってます。ですんでかなり重量的にも余裕が、ゆとりが前より出てですね、これからレースをされる方にも最適な機体には間違いないと思います。よいしょ。で、これのいいところはですね、一通りもう揃っちゃってるんで、受信機、プロポ、それから VTX じゃない、ゴーグルがあればもう飛ばせる状態になります。箱出しからだいたい10分15分ぐらいあればもうすぐ飛ばせる感じになります。ただですね、以前のビデオでも紹介してたんですけど、箱出しからすぐ飛ばせる状態のセットアップはですね、結構なんていうんですかね、アーミングのスイッチだなんだが綺麗に割り当たってなくて、あとはまあエンドポイントなんかも正確に取れてなかったりとかですね、する場合がありますんで、よいしょ、パソコンを使って設定されるのがいいのではないかと思います。よいしょ。これちょっとね、僕が飛ばしてた機体なんで、いろいろアンテナの場所とかが純正からちょっと変えてある状態なんですけど、それをちょっと抜いてから次の説明に移りたいと思います。よいしょ。はい、大体これで OK ですね。よいしょ。で、あれ、ネジが2本とか行ってしまいました。早速あれ3本あ出てきました、4本ですね。はい、では行きたいと思います。で、それでですね、まあ、ちょっと見やすくするためにいろいろ外しましょうか、もろもろね。はい。で、新しいベンデッタ2ですね、箱を開けると、HQ のプロペラ5-4-3 の V1S のライトグリーンが入っております。まあ、プロペラも前とちょっとデフォルトで入ってるプロペラが変更になってますね。これもすごいいいプロペラです。僕ベンデッタには多分これ最高に合います。これかこれの4枚もかなりいいプロペラです、合います。で、以前のモデルと変わったところをですねちょっと紹介していきたいんですけど、これ新しいベンデッタ2モーターがですね、2205の2300っていうのになってます。前のベンデッタは、
僕の機体はちょっとモーター変えてあるんでちょっと参考にならないんですけど、2204の2300だか400がついてたので結構、まあ、パワー感は少なかった機体になります。でその部分をまず補ってパワーアップしたんですが、モーターも大きくなって気持ち重くなってます。でじゃあどうやって軽量化したのかってなるんですけど、機体のですね、これ見えますかね、機体の中この部分ですね、相当スカスカというか向こう側が見えると思いますね。見えますよね。で逆に前のバージョンはどうなってるかというと、ほとんど向こう側が見えないです。で、何が変わったかっていうと、この中身ですね、内臓といったらいいのかな、まあ中身ですね、この中に入ってるモジュール式になってるんですけど、その部分が、かなりの軽量化をされてます。で今こっち2の方を中身出します。そうするとですね、こんな感じです。スパーンとでスカスカです。上はみっちりでね、みっちりというか、あの何でしょう、あのちょうどこのストラップ、バッテリーストラップとかを通す穴の部分の高さでもうみっちり来ちゃってる感じです。じゃあ、ワンですね、ワンというか無印の方を、中身を出していきます。するとですね、驚きです。よいしょ、はい、どうでしょう、あの取りづらいですね、一回入れたらもうなかなか取れない仕様にしてるんで、よいしょ、はい、どうでしょうかね。これが無印の中身になります。見比べてください、こんなに違います。こちらが、2、新しい方ベンデッタ2、ね、トップ側で裏側と、はい、で、ベンデッタの無印版はですね、この部分が、プロコアって言って OSD の表示だったり、そういうものがここで行ってました。で、この裏側に見えますかね、コネクタ、これはちょっと VTX 変えてるんですけど、この部分に VTX が入ってました。前の、無印のベンデッタはこの部分に VTX と表側にプロコアっていうのが入ってました。で、2になってですね、それがもうここには一切ないんですね。じゃあなんだっていうと、これがパワーキューブ、新しい TBS のパワーキューブになって、この PDB ですね、 PDB というかこれはもう FP ビジョン、 FPV ビジョンじゃなくて FP ビジョンっていう、TBS の製品なんですけど、これが、PDB と、VTX、それから、VTX とあとはまあ OSD の表示だとかその辺を全部この中でここの1枚で行えるようになってます。だからかなりね、小スペースというか小さくなってます、全体的にね。でそこ、それとこの上はですね同じく、まあ、スピードコントロールなんですけど1、2、3、4枚、これがまあキャパシタもついてますんで、まあ、6セルまでいけますよというものになってます。で、このフライトコントローラーもコリブリ V2 というコリブリ V2 2かな、わかんないです。でもまあそれも変わってます。若干、見た目はねほとんど変わってないんですけど、そのもろもろ、この FP ビジョンに対応するためにですね、もろもろ変更になってます。でスピードコントローラーも
こっちのバージョンは、無印のバージョンは、BL ヘリでワンショット125までしか対応してませんでした。でこっちの2になってからは、マルチショットも使えます。 BL ヘリ S になってます。で D ショットはこれに関してはちょっとまだ今情報がないのでわかんないですけど、まあ、使えてもこの F3 のコントローラーなんでちょっとあんまりメリットないと思うかな今のところ、まあ、ちょっと不明な部分もありますけど、まあ、そんな感じでマルチショット使えるんでかなりこう機体自体のレスポンスもいいし指に対する反応速度も良くなってます。はい。で次がカメラですね。カメラが、まあ、僕はちょっとこっちの無印のを変えちゃってますけどこれは、00の、V1 ですね。00っていう名前で売られてたもの。でこちらは00、V2 っていうのが標準装備になってます。ベンデッタ2に関しては 00V2 が標準装備になってます。で、見た目で変更になってるところはまあそのぐらいですね。あとはまあこの辺のアンテナの線とかがちょっと長くなってるという感じですかね。でブザーなんですね。前の無印バージョンはブザーが標準でついてました。ここにね、見えますかね。でスイッチを割り当てればブザーがバンバンになるんで、見えないところで落とした時も取りやすいですよと探しやすいですよという状態になってました。でこっちの2になってからはベンデッタ2になってからはブザーが、なくなっております。ないんですね。でつけるスペースはあります。なのでブザーを別売りで買ってつけてもいいですし、あとはブザーがですね、確かこのコネクタになるんで、まあ、小型のブザーを買って、まあ、邪魔にならない場所に自分でつけたりとかするのも一つの手じゃないかなと思います。であとはなんでしょうね、このこうやって持った時の軽さがもう断然やっぱ違うのと、この、まあ、プラスチックの中のモールドの部分が多分材質も多分見直しになってる感じですかね。結構全体的に硬くなってて、丈夫な感じがします。で、あとこのアンテナの取り出しの部分ですね。アンテナの取り出しの部分。ここが、前は結構作業がしづらい感じだったんですよ。こうやって見えると見えるか。はい。で、新しいのになってからは、この、だいぶ丸になってですね、アンテナの、なんていうの、チューブが入れやすい形になってます。はい。で、まあ、機体の方は、機体というか中身の方はここまでにして、フレームですかね。フレーム自体も、こっちがベンデッタ2です。でこっちが、無印1ですね。で長さとか、全体的なディメンションは変わってないんですね。こんな感じで全く同じです。ただ、何をしたかというとこっちから見ると分かりやすいですかね。上が、1、下が2です。見えますかね、この穴ね、この横のこのスリットなんか、斜めのスリットなんかも変わってます。で反対側も同じく、こういう風に変わっております。前側の部分はね。で後ろ変わってないんじゃないのと思うんですけど、実はですね微妙に変わってます。この辺のね、よく見えるか、こうすると見えるか見えないか、ちょっと難しいですか。いい感じですね、光の加減で。はい、こうやって見ると分かりますかね。
変わってますよね。はい、こんな感じで細かい部分のアップデートが施されております。でこの後ろ側はですね、何でしょう、僕は壊れたことなかったんですけど、海外では、この辺のクラッシュの時に、この辺が行っちゃうってことで、補強をしているそうです。ですので前より硬くなってると、硬くというか丈夫になってるそうです。はい、でここも見えますかね、この上のところ、これも多分アンテナ出したりなんかロングレンジのアンテナかわかんないですけど、なんかするときに多分使いやすいような仕様になってるんじゃないかと思いますね。で無印の方はこれ剥がしても、何もないので、はい、こういうこんな感じ。まあ上からの見た目も相当変わってるんで、はい、こんな感じになっております。でこっちが2です。はい、まあ、とりあえずこんなもんで新しい、V2 のベンデッタ2のですね紹介はおしまいになります。でこれもろもろ全てこう組み込んだ状態で、すぐ飛ばせるキット、レディートゥーフライにして、販売してますので、興味のある方はぜひショップの方を見てみてください。それではバイバイ。